こんにちは、柴田です。今回はボスの GT1000 とズームの G11 を使った感想をですねお話しさせていただきたいと思います。皆さんご存知の通りですね、このボスの GT1000 とズームの G11、 人気エフェクターメーカーのですね、ハイエンドなマルチエフェクター、今回はですね音の比較ではなくて使った感想をですねお話しさせていただきたいと思います。価格帯で言うと、このボスの GT1000 は税込みで11万円、でズームの G11 に関しては72,800円なので、どちらもハイエンドなマルチエフェクターとは言っても結構な価格差があります。 G11 はどちらかというと GT1000 コアや GX100、 こっちの方に価格は近いですね。サイズ感はそんなに変わらないんですけれども、重量はね GT1000 の方がかなり重いです。それはね結構ね作りが頑丈にできてるからっていうのもありますね。 G11 はですね、なんかカーボンっぽい感じの素材になってます。肝心の音なんですけれども、パッと鳴らした感じだと GT1000 の方が粒の揃い方、粒の細やかさっていうのは感じられました。音の密度の濃さっていうのはですね、パッと鳴らしただけでも感じれますね。操作性に関してはですね、ボスの GT1000 だったら、ボスの GT1 とかを使ったことがあったり、 GT100 とかこのあたりを使っていれば全然問題なく使いこなせます。G11 に関してもですね、 G1X4 だったり G3N なんかを使ったことがある人はすぐに対応できると思います。設定が細かくできるようになって、やることは増えるんですけれども、モニターが大きいんでね、全然普通に使いこなせると思います。この2機種を比較してどっちが使いやすいかというと、僕的には G11 Zoom の方が使いやすいなというのは感じました。どこがね一番の利点かというと、この G11 に関してはですね、アンプの機能がね独立してるんですよ。このアンプのつまみが独立していることによって、視覚的にですね音をねいじりやすい。これはねボスの GT8 にはねついていた機能だったんですけれども、この GT1000 にはね残念ながらないんですよね。GT100 もそうなんですけれども、アンプをね2台接続できるようになっておりまして、それによって細かく音をね作ることはできるんですけれども、アンプの回路をこう独立させることができないっていうところが、操作性を考えるとちょっとね残念だなというのは感じました。今は結構ねみんな家で音を作っていって、スタジオに行ったらアンプのリターンに挿す、そうすることによって家で作った音をそのままスタジオでも鳴らせる。アンプのシミュレーターっていうのはね結構ね重要な位置に今あると思うので、そこの操作性がいい G11 っていうのはかなりのこれはメリットかなと。あともう一つ独立していないのが GT1000 はですね、キャビネットが独立してないんですよね。 G11 はキャビネットも独立しているので、自分でキャビネットを交換することができる。これによってより好みの音色を作ることができるんですけれども、GT1000 に関してはアンプを2台つなげれる。 G11 はキャビネットを交換できたりする。どちらも細かく設定できるんですけれども、その細かく設定する方法が違うというふうに考えていいと思います。あとペダルですね、ペダルに関しては断然 GT1000 の方が良かったです。ワウだったりとかピッチベンドのスムーズさは全然違いますね。 G11 に関してはワウはいいんですけれどもね、ピッチベンドはねいまいちなんですよね。なかなかこう戻ってきてくれなかったりとか、スムーズに上がってくれなかったりとか、パッと使った感じの印象としてはそういう感じです。この後 GT1000 をもっと使っていった後に音の比較とかね、アンプシミュレーターの比較なんかをですねやっていきたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。